まず生徒たちの釣り上がった時のリアクションからしてですね、あ、これはうまくいったなっていうことが第一印象としてありましたね。やはり既成のデザインに頼りすぎないっていうことをポイントに、自分流のアレンジっていうのがやっぱり大事だと思うんですよね。トートバッグに限らずオリジナル T シャツを作るということが行事なんかでも展開できると思います。生徒たちもオリジナルのグッズ作りで、やはり完成度っていうものが低いとどうしても使い続きにくいっていうのがあるでしょうから、このマイスクリーンを使えばかなりの完成度になるということも生徒たち実感できたと思います。いや、すごい楽しそうで、そこが良かったです。やっぱ完成してこうペラって見た時にこう自然と拍手が湧いてたのが素敵って思いました。初めて見ました あの押して最初半穴を開けてくれるじゃないですか。その時点でもう生徒がうおーって驚いてたので、私も一緒になっておーすごいって思いました。こう世界に一つしかないって言ってくれてるんで、なんか失敗がないじゃないですか。なんかちょっとずれちゃったりとか、なんか薄かったりとかしても、なんかそれもいいし、味があっていいみたいになったんで、失敗したらどうしようとか言いつつも全部がこうよくできた作品になってくれて、生徒も満足感なんじゃないかなって思います。ちょっとやりたくなったのと、あとは私が好きな黄色を選んでくれたのと、デザインが可愛いなって。やっぱり体験する、体験できるとか、それが形になるって違うんだなって思いました。学びの中で何か自分が一生懸命やったものが形になって、しかもそれをいろいろ愛犬に言ってもらったりとか、すごいねとかかっこいいねとか今日言ってもらった時に、なんかやっぱり自信になるんだろうし、絶対忘れない記憶になるんだろうと思って、それが発見というか、もう一回再確認というか、教員としては思いました。